源氏八両は、方言物語、平時物語などに記載された、聖は源氏に代々伝えられたという八種の鎧。源家八両、源氏八公とも。なお、両は鎧を数える、才の単位。方言物語では、源のためよしが八両が風でちりじりに、吹き飛ばされるのを夢で見たことを、理由の一つとして、出陣を断る場面がある。また、親子兄弟が、 敵味方となるにあたって、ためよしがよしともの下にひそかに、玄太うぶぎ、ひざまる、おもだか、八竜を届けさせたという。ためよし側の鎧は、方言の乱で失われ、よしとも側の鎧も、平時の乱での敗走で、美濃の折衷に脱ぎ捨てて失われた。現存するとされるのは、盾なしのみである。詳細は、以下の項目で記す。なお、ことひら宮本、 方言物語でのみ、玄太うぶぎの代わりに七竜が入っている。古都世定金往来の六月の上では、七竜、八竜、月数、日数、玄太うぶぎ、膝丸、薄金、小袖と書かれている。玄太が、うぶぎは、源氏の着難の鎧の木染めで使われたという甲冑。遺本によっては、玄太がうぶぎぬ、クワンタかうぶきぬ、グワ、ツタが、うぶぎ。 マルタウブギなどとも記される。古一条院に忠実に仕えた、源の寄地下は覚えもめでたく、院より生まれたばかりの着資源、吉家の顔を見たいとの言葉があり、ここで配慮した、もしくはこの機会に慎重して、その袖に吉家を座らせて散大したことからと言われる。胸板に天テラス大臣と八股神を表し、左右の袖には藤の花が脅してあったと記されている。 平時の乱では、源の頼朝が着用し、配送中に、美濃の山中で脱ぎ捨てられた。この時、頼朝は、満十二歳である。八竜は、全身に八匹の竜の飾りがつけられた甲中。ためしの蜂を源頼朝に与えられたが、七尺の巨漢であり、小さすぎたので、同形式で白いおどしの鎧を作らせて、身につけたという。また、 平時の乱では、義朝の長男源な義平が着用し、配送中に、美濃の山中で脱ぎ捨てられた。原平聖水記によると、後日源な義経の手に渡り、八島の戦いで先行があった小林上子宗行に与えられたという。後世には、鎧の代名詞的存在となり、竜の飾りをつけた甲冑は皆、八竜と呼ばれることがあった。信長後期では、 今川義元も桶狭間合戦で八竜の兜を被っていたという。昭和時代になって八竜を交渉復元した鎧がある。盾しはその剣牢さから盾がいらないと言われるのが何の由来である。海源寺に伝来した家宝であった。源寺八竜のうち唯一現存するものとされる。平時の乱で源義朝が着用し、配送の際に脱ぎ捨てられたが、 回収されがい竹だけに届けられたという。詳細は、てなしを参照薄金は、源氏の頭領のみが着用を許された甲冑である。方言の欄では、源のためよしが着用したという。通常の場合、鎧は、革の札に、主に鉄の札を混ぜる、金鉱または両者を交互に混ぜる、一枚以降という手法で、作られる。これらとは異なり。 鎧全体を薄い鉄の札で作り上げた鎧のことを、薄金鎧という。源氏八両の薄金の他に、伴え、助犬、木曽義仲、新田義貞、小早川家重殿などの薄金がある。なお、愛知県豊田市の佐なげ神社に伝来する、貸取伊藤戸ど鎧が、この薄金であるという伝承が存在する。社殿に売れば、五三年の役で、三河の伴え、 助犬が際立った武勇を示し、常に先陣に立った。これを称賛した源義家が薄金の鎧を与えたという。この戦で兜は撃ち落とされ、紛失したが、残った鎧をさなげ神社に奉納したものである。こちらは、盾なしと違い、源氏八両の現存するものとされてはいない。膝丸は牛戦闘の膝の皮を集めて作ったとされる甲冑で、 このため牛の生が入り込み常に現れては持ち主を嫌うため、誇りを、そううときさえ、精進決裁しなければならなかったという。おもだかの詳細は伝わっていないが、以下のような推測がなされている。高おもだかをどしを鎧日本の鎧は、鉄や革に漆を塗った小金を糸で閉じてという、作るが、ここで数種類の糸を使って、袖やしころに三角形の文様を描く手法を、 おもだかの葉の形になぞらえて、おもだかおどしと呼ぶ。おもだかも、この形式の装飾が施された鎧と考えられている。平時の乱では、吉友の次男源友長が着用したという。敗戦で落ち延びる際に、折中に脱ぎ捨てたという。月数は、方言の乱では、ためしの四男、源頼方が着用したという甲冑である。 口葉色のカラーやおどしであるという。名前の由来は、その袖がいろいおどしで12段あったから、兜の蜂の星の数または、萩板の間数が12であったからとも言われる。日数は、方言の欄では、ため用紙の逸王言、大中が着用したという甲冑である。名前の由来は、兜の蜂の星の数が、ちょうど360あったからとも言われるが、平安時代に、 そのような様式が存在したとは考えにくい。ありがとうございます。